皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。令和である現在は若者のテレビ離れが加速していて、ほとんどはスマホやパソコン、そしてテレビではなく SNS の情報でこと足りてしまう世の中になってきていると思わない？確かに今のテレビに期待するものといえばスポーツ中継か一部の自分が好きな番組だけかもしれないな。昔のようにとりあえず家に帰ってテレビをつけるというような文化ではなくなってしまったと思うのよね。確かにテレビよりもまずスマホをチェックするかもな。要は刺激的なテレビ番組がなくなってしまったからではないだろうかと考えてるのよ。放送の規制がさらに強くなり、過激な情報を視聴者にお届けすることができなくなってしまったのも原因かもしれないな。制作側もコンプライアンスなどにかなりの神経を使ってるんだろうね。そう考えるとやはり昔はめちゃくちゃ刺激的な番組がたくさんあったような気もするな。そうね、じゃあ今日は1990年代の超刺激的な番組で、中学生から会社の重役のおじさんまで寝ないで我慢した深夜番組ギルガメッシュナイトについて見ていきたいと思うわ。なんだかそれ面白そうだな。ワクワクしてきたぞ。それではゆっくりしていってね。まずはじめにギルガメッシュナイトことギルガメはテレビ東京系列局、他で放送されていたテレビ東京制作の深夜番組だったんだよ。やっぱり昔も今もテレビ東京だけは他の局とは一風変わった路線で攻めてたんだな。1991年10月5日、放送開始。当初は記憶にはない人も多いけど普通の情報番組だったんだよ。進化する前の話ってことだな。1992年1月のテコ入れでスタッフが一新されたそうで、ディレクターや番組の司会者も一掃されて、さらにはこれまで行ってきたレギュラーコーナーも全部取りやめて、全く違う企画がスタートし、かなり力を入れていたのよ。社運がかかっていたということかな。意気込みすごそうなんだぜ。そして司会にはなんとあの岩本強制と細川文江が抜擢されたのよ。なんとあのって言っているけど、岩本強制って誰なんだって感じなんだぜ。マリサは岩本強制知らないってことなの？何でも知ってる体で話すなよ。全然知らないぞ。岩本強制は1989年、フジテレビ、モノマネ王座決定戦、で優勝までしたモノマネタレントだよ。放送か。一体誰のモノマネをしてたんだ？ガンちゃんは布施明のモノマネで有名になり、布施の声帯模写なら誰にも負けないと自負しているぐらいなんだよ。岩本だからガンちゃんってことか。あの野口五郎も、岩本さんの布施明のモノマネは本人そのもの、と認めているぐらいなんだから。そうか、野口五郎が認めるほどクリソツだったんだな。日本テレビ、クイズ世界は商売商売、で布施明の回答者席が3つ作られ、本人と共演したぐらいなんだよ。それがすごいことなのか難しい解釈なんだぜ。そして不眠こと細川文江は1990年、講談社のミスマガジン、グランプリに選ばれて芸能界にデビューしているのよ。不眠。うっすら記憶にある程度だな。と太りを落とす勢いの人気ぶりで、 F カップのバストを武器に眼帯ブラと呼ばれたビキニ姿を披露しているのよ。要は眼帯に見えてしまうぐらい大きかったってことだな。デビュー当初はグラビアやレースクイーンとして活躍していたけど、その後、テレビ、ラジオに進出。そこで1992年にリニューアルした、ギルガメッシュナイト、の司会で初レギュラーを務めることになるのよ。なかなかのスピード出世だな。そして情報番組から一新された番組の方向性はというと、お早く聞かせてくれ。なぎら健一と裸エプロン姿の野坂夏実による、夜食万歳、や、グラビアアイドルたちがボディコンで鉄棒競技などのスポーツをする企画などが、スタートし、一新された番組の企画がなんとお色気番組という方向に舵を切ったんだよ。なぎら健一も出ていたんだな。情報番組からお色気番組に、思い切った舵取りだな。当時はこのようなふざけた番組には大体なぎら健一が絡んでくるというイメージはあるわね。確かに健全なイメージはなぎらにはないな。そのなぎらのコーナーで活躍していたのがあの野坂夏実だったんだよ。
誰だその野坂夏実って。野坂夏実知らないの、よっちゃんの奥さんだけど。どこのよっちゃんだ、全然知らないぞ。え、よっちゃんも知らない。よっちゃんはタノキントリオというジャニーズグループとして田原俊彦、近藤真彦と活躍したアイドルで、よっちゃんはその中でも全く目立つことはなかったんだけどギタリストとして才能を開花させているのよ。トシちゃんとマッチは知ってるけどよっちゃんは知らなかったな。実際はよっちゃんがあの中で一番芸術的な才能があったんじゃないかなと思うけどな。そうか、その天才肌のよっちゃんの奥さんってことだな。かなり話が脱線していくところだった。話を戻すわね。そうだな、頼むぜ。ギルガメは1992年2月に入り、番組は業界の超大物を抜擢するんだよ。超大物って和田アキ子かなんかか。全然違うわよ。それがあのセクシー女優の飯島愛だったんだよ。そうだったのか、飯島愛も懐かしいな。この飯島愛のコーナーがまたふざけていて、どうでもいいニュースを飯島がティーバッグ姿で語る GNN ヒップラインが有名だったんだよ。GNN ヒップライン、なかなかパロってて良いな。飯島が CM 前にギルガーメッシュとカメラ目線にセクシーな声でスカートをめくってティーバッグを見せるポーズで注目を集めて人気が爆発したと言っても過言ではないのよ。それはかなり過激だな、今のテレビでは考えられないぜ。 CM 前に世の中の男性が準備していたのは言うまでもないことでしょうね。何を準備していたんだ。まあそれはいいとして、このギルガーメッシュという言葉は学校でも流行って、先生までもが受け狙いで発言していた記憶もあるわよ。霊夢一体何歳なんだよ。細川文江の降板後に司会に昇格し、内容もさらに過激化していったの。風民降板しちゃったんだな、何か原因でもあったのか。風民の降板は妥当なものであったと思った人は当時多かったんじゃないかしらね。そうなのか、それで理由は何なんだ。これが理由かわからないけど、やっぱり F カップグラビアアイドルがこのような番組の MC を務めるということで若干の期待を押していた男子諸君は多かったと思われるが、待てど暮らせど風民による過激なシーンは訪れなかったのよ。それが降板の理由ってことなのか。それが降板の直接的な理由ではないとは思うけど、期待を超えていく飯島が MC のが適任であったかもしれないわね。そうか、飯島なら CM 前はかなり信頼度上がるからな。セクシー女優やグラビアアイドルの他にも当時の若手芸人、ミュージシャンなども多数出演していたんだよ。そうなんだな、飯島とガンちゃんだけじゃないんだな。その中でも特にブレイクしたのはお笑い芸人のいじり岡田で、高速ベロ動かしなどの特技を披露して一躍有名となり、ギルガメを代表する顔として知られるようになったのよ。いじり岡田って誰だ、今でも有名なのか。いじり岡田はこのギルガメと三沢光晴のモノマネをする人以外には説明のしようがない人物だね。そうか、マニアックなモノマネする人なんだな。そして驚くべき番組の事実として、アルベールビルオリンピックの開会式中継の真裏で放送した回が視聴率で勝利してしまうほどの快挙を達成してしまうのよ。オリンピックよりお色気番組のが需要があったってことか。アルベールビルオリンピックを見るという口実で夜中まで起きて、みんなギルガメを見ていたということだわね。夜中まで起きている良い口実だったんだな。そして番組開始当初の視聴率は 0.9 ほどだったけど、徐々に人気番組となり、全盛期には平均視聴率10台を獲得していたんだよ。すごい急上昇だな。しかし男性視聴者がほとんどであると思いきや、女の子も結構見ていたのよ。そうだったのか、それは予想外だな。番組の中で、ヌードを撮られたい素人の女の子を募集した時には、私のヌード写真を撮ってほしい。それをきっかけに、セクシー女優になりたいと思います。という女性から手紙が来たこともあり、番組の影響を受けて実際にデビューする者もいたぐらいなんだから。そうだったのか、当時はまだ手紙が主流であったというのもまた懐かしいな。あとは有効のエステを紹介するロケでは、女性には知りたい情報をしっかりと伝え、男性には裸が見たいという欲求を膨らまさせるといった、利害関係が一致し男女が楽しめる番組作りになっていたのも人気の秘密だったんだよ。なかなか緻密な計算もされているということだな。
しかし、このような繁栄がいつまでも続かないというのが世の常なのよ。やっぱりそうなのか。このゆっくり解説人気もいずれ終焉が来るのかな。番組自体が有名になりすぎたことから過激さが社会的問題としてやり玉に挙げられ、自粛ムードを招き、お色気番組全体が衰退する現況を作ってしまうんだよ。やっぱり有名になると叩かれるんだな。だからギルガメは、平成最後のお色気番組、と言われているのよ。平成最後のお色気番組か。それでどんなクレーム内容だったんだ。クレーム内容としてはセクシー女優の作品を紹介する場面が放送されていたが、苦情がついたため、途中から作品紹介は行われなくなったんだよ。なるほどな、そんな紹介してくれる番組は聞いたことないな。苦情に対応する形で一時期、I&バカルディの苦情受け付けます、というコーナーがあったのよ。バカルディって改名前のサマーズか。そうだよ、飯島愛と当時レギュラー出演していた。バカルディが番組に寄せられた苦情のハガキを紹介するというものだったんだよ。ここまで来るとその企画までもが斬新だな。視聴者のクレームを和らげるような企画だったけど、改めて番組の内容について審議された結果、番組打ち切りが決定し、7年間の放送にピリオドを打ったのよ。過激な内容にしては7年も続いたんだな。実質は1991年10月5日から1998年3月28日まで放送。全放送回数324回。このような趣旨の番組としては息は長かったかもしれないわね。そうだな、番組ファンもかなりの人数いただろうな。この番組の視聴者として元嵐の大野くんや近畿キドスの堂本光一くん、そして関ジャニの村上くんなどジャニーズ勢も多く見ていたらしいのよ。イケメンがこういうの見てるとなんか和むよな。そうね、イケメンが見ていると健全な感じが不思議とするわね。イケメンの特権ってやつだな。今日は90年代の伝説的なお色気番組ギルガメッシュナイトについて見ていきました。学生時代にはこれを見ているのが恥ずかしかったのか、俺全然そんな番組知らないし見ていないと嘘をつく奴らも数多くいたという印象はあったかな。霊夢やっぱり見ていたんだな。一体いくつなんだよ。でもやっぱり思春期の男子にとってチブではあるよな。テスト前に俺全然勉強してねえってやつと雰囲気的には似ていたわ。こういう攻めた企画のテレビ番組はこの先、地上波では放送されないのかな。もう四つ目に期待するしかないわね。それでは今日はこの辺で、皆様ご視聴ありがとうございました。